この新しい橋渡り染めでございます。とうとう渡る時が来たようです。田舎のグルメ、これはあの徳田橋ですね。徳田橋、この横っちょにまだ解体されない古い橋がありますよね。まあ、いつもこれ印象深いんで、いや伸ばしてくれればいいなということだったんですけども、とうとうこの渡る時が来たようでございます。今こうやって走るとですね、今までと違う感覚がありまして、鳥の鳴き声にすごい敏感になりましたよ。敏感になりました。あ、わかんないですよ。まだ僕野鳥撮影してほやほや初心者もあったんでわかんないですけど、お、この鳥の鳴き声は何だろうって言ってね、後でインターネットでまた調べてみて、あ、これ鳥なのかな、じゃあどっかここら辺に巣があんのかなみたいな、すごい敏感になってきました。敏感になってきました。このまま僕は野鳥にドハマりするのか、そこそこで済ますのか、まあ、ドハマりしたら大変だからね、あの野鳥の分野。まずフルサイズのカメラと、あと望遠600ミリぐらいまでの望遠ズーム、800までいったらもう大変なことになっちゃうね。まあ無理ですよ現実的にそんなの買えないから、僕は考えましたね。世の中にあのネオン一眼ってあるのを、まあ、当然知ってたわけですけど、有名どころはニコン、クールピックス、P950 とかね、P1000 とかね、P1000 なんか3000ミリまで行きますんで、もう十分なんですけど、まあそれ狙ったわけですよ、中古で。そしたらあのニコンはやっぱ人気だから高いですね、高いですね。ちょっとニコンは諦めて、で他のところなんかないかなと、パナソニックとか、変わったところは検索肢なんかもあったんですけど、たまたまヤフオクで出てたのが、フジフィルムの S1 っていう、S1。2014年の機種。2014年ね。まあ、そんな古くないな。2014年あたりだと、もう色味わかるんですよ、僕は。フジフィルムの XM1 っていう、しょっちゅう使ってますから、富士の色味だいたいわかる。あのフィルムシミュレーションがないタイプだったんで、まあ、スタンダードだな、スタンダードじゃプロビアみたいな発色だなと思って、まあ色的にはね、映る色的にはまあ十分だなと思いました。で値段も即決15,000円、そんな高くないなと思って、でチンたらあのなんかビビビビって俺に反応したよ、俺に。あのチンタラ入札、してたんでは、なんか時間だけもったいないから即決15,000円で落としましょう。ここね、あの月の輪さんって、月の輪大阪、大阪っていうかお酒屋さんなんだけど、帰りよってジェラート売ってます、ジェラート。まずね、ここ、ああやっぱりやってるんですね、食堂カーブさん。知らせしてますのか、お休みさせていただきますだから今日7月6日、よ、あ、違うわ、都合により夜営業のみ。おー、腹ペコ行列できてます、腹ペコ行列。さあ、ここにしましょう。ラーメン麺屋椿、麺屋椿。さあ、ここの美味しいラーメンはあるでしょうか。が頼んだのが四川風タンタン麺でございます。見るからにうまそうですね。うまいぜベイベイ。ここ最近の大ヒットを予感させるタンタン麺ですね。
あとは僕がむせながら食べるかどうかというところであります。これはがっつりと汗をかきますね。夏場は汗をかいてなんぼ、失われた塩分をがっつりと補給していくのです。辛いものを食べるとよくむせる孤独さんですが、この担々麺は違う、僕の中で大ヒット担々麺登録なのでありました。いいですね、いいですよね。これまで食べてきた担々麺で上位にランクインするものに出会えた時って、もう汗をかくのが嫌なんて言ってられません。激うま担々麺も中盤戦へと差し掛かってまいりました。ヒーヒーハーハーしながら食べ進めてまいります。チャリンコ乗ってきてがっつりカロリー消費して、カロリー高めの担々麺はちょうどいいですね。みんなもチャリンコに乗ってラーメン食べに行こう。とても罪悪感の少ない思いに浸ることができますよ。昨年の僕はこのシーズンに3キロほど体重が増えましたが、今シーズンは現状維持しております。90キロを超えていた当時とは比べ物になりません。今ではどうすればあんなに太れるのと思っちゃりいたします。これからも孤独はどんどんラーメンを食べてもベスト体重を維持していくのでありました。激うま担々麺も最終盤戦へと差し掛かりました。残ったスープにがっつりとご飯を投入すればうまいんでしょうね。麺なし、具なし、スープとライスだけの激安メニューでもないもんでしょうか。常連になればそんな特別メニューを500円ぐらいで作ってもらったりできるのかなと考えたりもする孤独なのでありました。